ケツドシローです。本日もポケットモンスター金銀やっていこうと思います。よう聞いたらさ、赤竹シティと玉虫シティって BGM 一緒なんですね。はい。よう聞いたら。リンゴン、リンゴン、リンゴリゴリンゴンゴン、リンゴン、リンゴン、リンガリガリンガンガン。うちのおじいさん、花田の岬にあるまさきちゃんの家に遊びに行ってるのって何これ？ん？あー、おったな。まさきちゃんですって。なるほど。サイクリングロードでノロノロ動き回る変なポケモンを見かけたよって、なんだこれ、なにこれ、え、ベトベトアじゃなくて、え、ベトベトア、いや、メタモンとかやったら欲しいねんけどな。ベトベトアじゃないんか。ただもう死の子の言わずに行けば、え、なんかでもさ、薄目で見えんねんけど、なにこれ、え、薄目でさ見たらさ、なんか見えへんこれ、え、なにこれ、あ、これ一度話しかけない、なんか見えるくないこれ、え、道見えんねんけど、お前絶対偽物やろ。騙されたわね。はははははは。はははは。しょうがないね。これなんか、まあまあまあ、まあまあ、まあまあ、まあ、ええわ。秋。秋。あ、不思議だねや。かわいいですね。ただ、ルシファーの経験値の肥やしになるんだかなって思ってんけど、あんまこれ、高木つけるでいくかこれ。でも全然食らうと思うねんな。ほら、外すなよ、こんな威力80ぐらいの、80もないか、75ぐらいか、これ。ヘボイン、でもう2連続はちゃうでしょ？効かなかったやって。でもレベルが高い相手には、あんまりそういうの、状態以上の技って食らわへんのかな。これね、ポケモンがね、わかんない。あ、一発で倒すの、これ。ポケモンの、もう意味不明要素の一つで、そのレベルが高いポケモンに一撃必殺が当たらへんっていうのは知ってんねんけど、なんか、あ、でもこれさすがに進化しちゃったら倒しきれへんかもしれん。なんかレベルが高いポケモンに、あれでも当たるわ、普通に。なんなんだろうな、これ。わからへん。効かなかったってどういうことなんやろな。寝ちゃったらしょうがないね。寝ちゃった男したら、じゃあもうしょうがない。しょうがないねーから。でもアリエル使うか、でもダーク50レベルになっちゃったしな。じゃあもうバランスよくいくんやったらアリエルかな。うん。前々回ね、あの、ギガドレインの技マシンをゲットしましたので、そちらをウドさんに使っていこうかなと、思ってる所存です。まあ、ここでは使ってみないんですけどね。まあ、後々なんか使えそうな時にやっぱ使うわ。うん、まだ、今覚えさせてもなんかね、良くないので。はい、なので、冷凍ビームで、カッチンコチンにする。うん。ガンジャンゼリと。うん。バンゴリといるわ。バンゴリと。はい、一発。で、不思議バナでしょ、どうせ。不思議バナでしょ。ほらね、ほんまに来たわ。いやー、こいつ絶対経験値美味しいねんけどなー。こいつを倒せたらほんまに経験値美味しいんですけどねー。ルシファーちゃんが。まあ、いいや。吹雪で。オーバーキルするわ。やっぱ関東御三家かっこいいな。使いたいですね、ほんと。はい。1515。イゴイゴって覚えてね。はい。負けた。強いわ、この人。さあ、いつも強い、強い。あ、でもほんま見えんね、これ。え、これ、いいのこれ、見えちゃって。いいっすか、え、いいのこれ、見えて、え、丸見えですけど、これ、横行けんのこれ。行けへん。なにこれ、積んだ。助けて。あ、いけるいけるいける。え、見えるやん。なんか、良心設計になってんねんけど。でも早い段階さ、ジムリーダーと対峙したくない。私がアンズ、よく、え、あ、違う、びっくりした。ちゃうやんけ、お前。嘘つくな、お前。嘘やめてね。ミサトでした。ミサトさん。ミサトさん来た。ミサトさん。誰ミサトさんって。待って。ミサトさんって誰ミサト。二度くんや。かわいい。ああ、もう地面タイムにはなすすべないと思ったけど、波乗りがあったわ。寝てた、寝ちゃってた。ごめん。ひっかく。もしかしてさ、あれか、ここのジムでヘドロ爆弾の技マシンゲットできるかなと思ったけど、おそらく毒毒やわ。悪くないねんけどな。うん、毒毒悪くないねんけど、これヘドバクが欲しいねんな。いつゲットできるんでしょうか。そしてこいつはいつ起きるんでしょうか。教えて俺に。それだけ教えてや。オッケー、ナイス。まあ、倒しきれへんねんけどな。確定2、3発ってところか。2発で落ちてくれたら超嬉しい。超嬉しいんですけどね。ん？お、え、お、結構いく。結構いくね。結構いく。さあ。まあでもこういうのの積み重ねやな。ちょっとテンポは悪くなっちゃうけど、ルシファーのレベルを上げるにはこうするしかないと。うん、そうするしかないと。しかも救助、無駄救助当たりましたけどね。最初に引けっていう話だもの。あ、いいね。経験値美味しいわ、やっぱ。
はい。悔し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 い。だが、それでいい。勝ちたかったわ。720円。美味しいね。金も美味しい。あー、でもこいつっぽい気するけど、でもそんな言ってられへんよな。わからへんもん、こんなん。わからへんもん。しゃあないやん。わっはっはっは。そうだよ。僕がアンズだよ。なるほど。そういう、もう枕言葉みたいな感じだよね。こいつらからしたら。それが、お決まりの、決まり文句みたいな。そう言えて多分指示されてんやろな、上から。キャンプボーイのゆういち。ゆういち、福永ゆういちか。うわ、しかも二度キング、また二度キングというか、二度系。二度系のポケモン来た。最終進化の。まあ、これも波乗り2発でしょ。キュウソンも当たってくれたら嬉しいんですけどね。これ、俺、ルシファーに何持たせてんやろ。何持たせてんか。王者の印とかあんねやったら持たせてあげたいけどね。ちゃう、関係ない。あれ、ひるみか。ちゃう、急所に当たりやすくなる。わざ、なんやったっけ。なんか、あの、結構食らうやん。やめてね、死ぬから。まだ素早さ勝ってるんで。チェックメイトだ。いやでもやっぱあれやわ、ちゃんと使ってたら、うん、めっちゃぐんぐんレベル上がるわ。ぐんぐん上がってく。ステータスは低いまんまやけど。やっぱ進化するまで弱いよな。完璧な変装だったのに、悔しい。悔しい。もう悔しがってばっかりな、さっきのやつもそうだけど。うん、ただ向上心がある。悔しいという気持ち、それがやっぱ成長につながっていくから、お、これはこっちか。いや、これよう見たら見えんね、これほんまに、全部。いや、おそらく、この、最、オーブ、におるから、どっちやろうな、これ、真ん中か、真ん中と思わせてこっちの可能性もあるからな、ちょっとこれ、しっかりさ、見極めてやらなあかん。でも、俺はこっちに行く。あ、お前か!お前やん、ちょっと一体取り逃した、もったいない。ふふ、残念だったわね。って、いうのは、嘘ー!嘘ー!値が、値、あ、一人称値なんや。なるほど。本物、赤地区ジムのアンズよ。おー、なんかね、普通やったらここでべちゃ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 くっちゃべるやつ多いけど、もうすぐに戦う。出会って2秒ですぐ合体みたいな。よ、しかも5体も使ってくんの。何お前。やっぱ、おいおい、クロバッティング !36 歳。まあ、レベルはそんなに高くないと。あ、でも、あれか、雷でいけるけど、なんか、先制技撃たれて死ぬ可能性なきにしても、下柳強し、シュータに大激怒やな。あー、死ぬかも。いや、でも大丈夫、レベル差がある。俺にはレベル差がある。あ、よかった。ヘドマークとかされたら死んでたな。さあ、一発でここで持っていけるかどうかよ。素早さ負けてっからね。ナイス経験値美味しいぞ、絶対これ。おい、しかも、1570ゾーン。生田動画数。これは変えよっか。これは変えよう、これは変えよう、これは変えよう。うん、これは変えよう。アリエル、アリエル行くか。うん、しゃあない、これは。ちょっとね、全員50レベルぐらいにはしたいよな。うん。ここでちょっとウドさんはもう使いようがないからさ。しょうがない、これはしょうがないけど。うん。で、まあ、ウドさんよりもルシファー育てたいからね。なので、アリエル。まあ、先にアリエルから育てるという感じで行きましょう。まあ、冷凍ビームで全部、なんかご利用したらいけんちゃうかなと思うけどね、このレベルやったら。まあ、こいつ倒した先に何があんのって話やねんけどな。おそらくね、これ、こいつからもらえる、秘伝技じゃなくて、あれは、アリアドス。いや、これもどうしようもないな。うん。でも氷技でゴリ押すか。でも、ほぼほぼなんか、今日がさ、もともとここのジムって、ジムリーダー今日なんですけど、今日っていうね。まあ、上都でジムリーダーじゃなくて、ポケモンリーグにおった。ポケモンリーグにおった、寮じゃない。今日か、そう、今日。やねんけど、まあ、それを引き継いで、こいつの息子かな娘か。娘のアンズが今、ジムリーダー張ってるらしいんですけど。だ持ってる、使ってくるポケモンほぼほぼ一緒ですね。そう考えると。あれか、今日はなんか、何やったっけな、モルフォンとか使ってきたな、そういえば。こいつはモルフォン使わないの、またドガスとか、ベトベダーなんか使ってきそうな気する。知らんけど、わからんけど。まあ、モルフォン使ってくるやん。さあ、モルフォンちゃん使ってくる。まあ、ただこれはもうアリエルでゴリ押すしかない。しかないと。うん。そうしかないと思っていて、ここは、ま、自分、何クリティカッター、お前ふざけんな、お前。ワンチャン狙ってくんな、お前それ、あれやんけ、バトルピラミッドでの俺の戦法やん。真似すんな、お前見てんのか、俺のバトルピラミッドシリーズ。なあ。まあ、見てるわけないと思いますけど、うん、俺のポケットモンスター、エメラルド見てる人、ゼロ人説、はい、これ提唱してますんで、誰も見てません。はい、僕のことをチャンネル登録してる人ですら見てないという、はい。見てねえんだろ、どうせ、お前。この動画もよ。クソやろ、ボケが。強いよね。あんた、負けたよ。完璧に。ほら、これ、持ってってよ。ピンクバッジ。3900円。さあ、ピンクバッジはええけど、ね、ピンクバッジはええけども。さあ、ここで、技マシンが何なのか。強い毒で相手を、ん
あ、毒毒でした、やっぱり。やっぱそうやったな。ちょ、ヘドバグどこに落ちてんのか、マジでちょっと調べていい？あの、布団ちゃんみたいにさ、ブログ見ていい？ブログ。攻略ブログ。もっと修行して、もっと強くなるわ。あたいの父上にも、あんたにも負けないようにね。はい。こいつと戦いたかった。お前と戦いたかった、この上のやつと。で、戻り方がわからないとね。はい、戻り方がわからなくなるというね。うん。まあ、でもほんまにこれさ、見えんねんな。うまいことやったら。すっごい薄ーくさ、壁が見える。はい。これ、俺が発見しました。皆さん、真似しないように。さあ、ということで、いや、普通に買っちゃったね。うん。一回さ、霞が復活してるかどうかだけ見ていい？それだけ見ていい？うん、見るだけ。先っちょだけちょっと見るわ。はい。戻ってきましたけど、まあ、おらんやろうけどな。うん。出現条件をマジで誰か教えてくれ。霞と倒して、絶対おらん、もうおらん、ほら、もうおらんし、うん、もうおらんし、なんなのこれ。え、どこ行ったらいいんじゃ。あと何が残ってんの俺、ジムバッジ。グレン島行くやろ、グレン島行く。ほんで、グリーンもおるやろ、ここって確か、おそらく。どこ行ったらいいんですかね。トキワじゃない、トキワ、あ、まあ、残ってるジムはトキワと、あとどこや、タワムシ倒したやろ、で、石畜倒した。で、グレンジムやったか。もうあれやん。言うてる間に間に。バッチ全クリしちゃうやん。バッチ全クリしちゃうけど、ほんまにあれやな。霞だけ出てこへんっていう、そういうパティーン、あると思います。なので、一旦マサラタウンまで行くか。で、行って波乗りしたらいけるんでしょ？そういうことやろ。そういうことやろ？行くわ。まあ、いろいろもうちょい散策する場面があると思うんですけどね。うん。もういいから！シロウくん、こんにちは。千里ですけど、お元気です。もういいって。礼儀正しくなったのはいいけど。うん、もうわかったからもう。わかるから。プロだから。はい。あ、この BGM いいな。てか、大きなとこ行ってみる？行く意味ないと思うけど。一旦行くか、じゃあ、一旦な。うん。関東バッジを集めてるみたいじゃな。大変だろうが、経験はシロウくんの力となる。すべて集めて、集め終えたらまた遊びに来なさい。私からプレゼントをあげよう。頑張るんじゃぞ。図鑑の説教はいいからもう。わかったから。てんちゃんちゃん！はい、近くまで来たらまた顔見せておくれ。なるほどね。うん。なんて言うんですかね。ご機嫌伺いじゃなくて、なんかあるよね、そういう。ちゃんと、実家のおとんとかおかんにはしっかり電話しなさいよ、みたいな。俺詐欺を防止するためにそういうのが必要なんですよね。さあ、てか、ジムバッジじゃなくて、ちょっと回復させてもらうことできるか？できるか？こいつしてくれる？回復。ここはグリーンの、あ、で、ここにあるんか。待って、ここにあるわ。あの、大木戸の家に、研究所に回復させてくれる機会があると思います。なかったです。すいませんでした。ないんかい。ないんこいつ、ほんま。行こう。こっちかな？レッドの家やろ、これ。レッドちゃんの家。お前が回復させてくれるんやろ？怪我や病気が心配だけど、男の子は元気が一番。なるほどね。女の子もそうですけどね。はい。こいつか、回復させてくれ。ナナミ、私の弟、トキワのジムリーダーなの。しょっちゅうジムを留守にしてみんなを困らせてるみたい。なるほど。それはいいです。回復させてくれることできるか？絶対これ連戦なんで。長い夜になるよ。一旦じゃあ、ちょっとトキワ行きます。うん、トキワ行く。トキワ行くわ。行って回復しよう。うん。てか普通にお前は空を飛べばいいんじゃないかと思いましたけど、行くわ、このまま行く、突っ切る、うん。空を飛ぶより、俺の自分の足で行った方が、やっぱいいんじゃないかなと。うん、もしかしたら、未知なるポケモンと遭遇する可能性もあるのでね。行きます。勘弁してくれ、ほんとに。あ、普通に行ける、普通に行けたと思ったら結構長いわ。長いし、出てくるポケモンもポッポしか出てこへんし、はい、時間の無駄でしたね。はい。コラッタちゃん出てきましたけど。あ、意外と俺コラッタとか捕まえてんねんな。地味にね、コラッタとかさ、なんかさ、わざわしにいっぱい覚えてくれんのかなと思って捕まえたんやけど、全然覚えへんよな。うん、姫グマがマジで、そういう面においては、あの、居合斬りも覚える、怪力も覚えてくれる。っていうので重宝してます。ただ、フラッシュとかがさ、まあ、今のところ使ってないからええんやけど、ジョートの時フラッシュ全然一回も使ってなかったよね、俺。あ、使ってるわ。ルギアのせいで使ったか。ってな感じで、すんごいめんどくさかった。だからね、今のポケモンって多分フラッシュとか、ないんかな。っていうか、秘伝マシンっていう概念がなくなっちゃったんかな。忘れたけど。まあ、
あってもいいけどない方がいいよねっていう。なくて済むんやったらそれに越したことはないから。てか、グリーンおんの？おるんやったらやるけど。お前がその気なら、俺やってもいいんだぞ。なあ、グリーンよ。いけるわ。おらんわ。もう、すごい、ガランド。ガランドです。戻りましょう。どこ行ったのお前ら二人。霞もそうやけど。最近までこのジムはリーダーがいなかったのじゃ。最近マサラの若者がリーダーになったそうじゃが、はて、今留守じゃの。どこ行ったか教えてもらうことできるか。できねえよな。はぁ。できませんか。なるほど。わかりました。帰ります。はい。ということで次回は、グレン島の、ヤシと戦っていこうと思いますので、お楽しみに。はい。ちょっと早いですけど、終わります。あらした。